法について説明します。まずはじめに浮力を確保した状態からシュノーケルを外しレギュレーターと交換します。インフレーターを上に向けて少しずつ排気をしていき、同時に息を吐き続けていきます。右手でしっかりとロープをつかみ、左手で排気を行いながら浮力を調節します。この時少しずつ下がるのを意識して先行します。耳抜きをするときはロープをつかんだままその場に止まってゆっくり耳抜きを行ってください。水底の安全を確認しながら先行していき、常にバディやインストラクターとコンタクトを取るように心がけましょう。中層から泳ぎ出す場合は決めておいた水深になったらロープをすぐつかめる状態で修正浮力を取り前へ泳ぎ出します。ロープを使って浮上する際もインフレーターで排気を行いながらしっかりとロープをつかみ浮上スピードを調節します。水面へ出たらインフレーターで吸気を行い浮力を確保します。最後にレギュレーターからシュノーケルへ交換してエキジットポイントまで水面を移動します。